こんにちは今回の Q&A はねちょっと変わってますねあのうるせえやつらの Q&A でございますあの前話見てますし原作も全部読みましたんで何でも答えれるんですけどもあのうるせえやつらの中でなんか純愛みたいなのがあったんじゃないかなと純愛みたいなのがね大抵あのあたるくんっていうのがいろんな女の子にちょっかいを出してでまあ振られてさらにラムちゃんに電撃を食らうっていうのがいつものパターンでねうまくいくことがほとんどないのが諸星あたルなんですけども実はね一回だけアたるくんに ものすごく熱烈な恋心を抱いている女の子がいたんですよねでその子のまあ申し出を受けてねアタルがデートをするって回があるんですよでもちろんラムちゃんもそれを仕方なく OK したわけなんですけどもその回っていうのがねタイトル忘れたんですけどもあのの,、まあのぞみちゃんっていうその女の子が出てきて実はこの子死んでしまうんですよねでどういうストーリーかっていうと病室でいつも あの病院の窓からね諸星く君が元気にこう外をかけ回ってる姿を見ているうちにあんな元気になれたらいいなっていう感じでだん,だん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 恋心が芽生えていくんですけども、まあく君は、ね、いつもの通りこりドタバタやってるわけなんですがそれを遠くから見てるととても楽しそうに元気そうに見えたんでしょうねでのぞみちゃんはあの富士ののにかかっていていその後すぐ死んで,しまうんで,すよでもまあ思いがすごく募ってですねあの幽霊となって出てきて。 で、幽霊の姿で、えー、一回だけちょっとデートしたいんですみたいな感じで、で、諸星あたるは最初は気,み気持ち悪がってたんですけども、姿がね、もう可愛らしかったんで、あのいきなりデートすることにしてですね、まあ、ラムちゃんもちょっとしょうがないなっていうことで、成仏させるためにはデートをしなくちゃいけないっていう風にあに、例のチェリー、ラクサクンも言ってたんで、まあ、そういう風にうに、えーまあ、妥協することにしたんですよね。で、デート自体は、あの、なんですかね。 夏のデートだったんだけどものぞみちゃんが死んだのが冬だったからあたるくんにその手袋とかねセーターとかねマフラーとかをプレゼントしてであたるくんも優しいんでそれをねあの夏場のむちゃくちゃ暑い時なのにそれをこうマフラーをつけたりセーターを着たり手袋つけて「ああ高いよすごく嬉しいよ」みたいな感じでなんかね結構ねじんとくる話なんですねその辺から。で最後にえー、まあ何て言うんですかねまあ確かね花火かなんかがパンパンと上がってとっても綺麗な。 夜空を見ながらのぞみちゃんが楽しかったちから成仏していくんですよでラムちゃんにずっと監視されながら、うん、なんかコソコソビクビクやってたデートだったんだけどもああ成仏ちゃんだなと思ってく君もラムちゃんもちょっとねあの冷静になってこう成仏した空の方を見上げていくんですよねでそれでさくらんぼが出てきて「おアタルなんかご苦労だったな」と「成仏したからもうその暑苦しいマフラー取っていいぞ」って言うんですけどもこのラストシーン最後の一コマがね アタル君が優しいんですよもうちょっとつけてるよって言ってね終わるんですよね結構いい話だなと思ってねなんかじんとするんですけどねまあなんかラムちゃんもなんか思うところがあったのかそのそのエピソードでやっぱりアたるって優しいんだな嬉しいなみたいな気持ちになったのかなとかねいろいろ想像するんですけどもちょっとねあの登場人物の表情がさい最後のコマはねあんまり見えないんですよ後ろ姿でだからそれは読者さんが考えてくださいよってことなんですけどもまあこういうストーリーがねたまに挟まってるんで 高橋由美子すすごいなと思うんですよねまあでも真面目にやってるのってこの回ぐらいじゃないですか「らんま」もそうだし他の何犬やしゃでもそうなんですけどもなんか全部こうねふざけてね手がこ,こうなってるやつばっかりで <laughs>、うん、でもいい話ってこの1話ぐらいだったんじゃないかなと思いますねうんもうなんか映画化してもいいぐらいですよそのドラえもんで のび太の結婚前夜とかおばあちゃんとの思い出とか映画化してスピンオフやってたじゃないですかあれと同じレベルでこれはなかなかいい話じゃないかなと思うんでなんかね今リメイクのうるせえやつだってあるわけでしょ見てないですけどもねあれがもしねなんかこうスピンオフで90分の映画版になるんだったら是非ねこのね回をやってほしいなと思うんですけどもねはい以上でございますお疲れさまです